まあその遠いにならない理由っていうのは、まあこのチャンネルで何度か説明はしてるんですよ。それは自己分析をした結果なんですよ。僕は遠いにならない方がいいという判断をしました。このチャンネルでは散々自己分析をしましょうというふうに言ってきています。それなぜなら、古き良き時代の学問はそうだったからです。読み書きそろばんプラス人間学さえやっとけばいいっていうのがね。まあそれが昔の学問なんですけれども、人間学っていうのは何なのかって言ったら、まずは、 自己分析から始まるんです。徹底して自分を知りなさい。それで次に他人を知ることができるようになっていきます。で、その次は何を学ぶのかっていうと、リーダーになるための教養を得ていくのが、まあ、その学問の続きになっていくんですけれども、まあ、それがね、古き良き時代の学問の、まあ、すごくいい面で、まあ、僕はこれを採用した方がいいと思ってるぐらいなんですよね。現代教育も。で、まあ、 その初歩的なその自己分析を徹底してるんで、僕は組織に向かないっていうことをもう社会経験の中でもう悟ったんです。だから個人事業がもう15年以上なんです。だから僕は今後もどの組織にも基本的には属したくありません。相当な理由がない限りね。じゃないとその迷惑をかけることにつながるからです。というのも僕も組織に入ると僕は僕で派閥を作っちゃうところがあるんで、うん、迷惑をかけてしまうことになるからもうそれ嫌なんです。 ね、はい。またちょっとね、同じような説明をもうこれ何回もしてるんですけれども、それでもね、これを聞いても遠いになれって言ってくるとしたら、そうなんなんそれ。さ <laughs> あ、まりに自分目線しかなさすぎて、ほんと話にならないんですけれども、でね、なんか相手をコントロールしようっていう、その発想も、まあ、非常に幼いわけでね。はい。まあ、そういう人はね、人間心理もっと勉強した方がいいんじゃないかなと思いますね。 あとこういうことも言えますね。相手のことを知らないから、上げ足を取ることしかできないんですよ。うん。なんか、上げ足取ってくる人たちっていや、そもそもあなたたちこちら側の考え全然知らないでしょっていうことが多いんですよ。うん。まあ、これはもう逆もしかりなんですけれどもね。ある程度。ただまあ、こちらとしてはアンチ側の考えなんてのはめちゃめちゃ浅いんで、おおよそ把握はしてるんですけどね。 ただ、アンチ側の人たちは、こちら側の視座の高い考えは分かんないでしょうね。うん、理解もできないんじゃないですか、当分。資質の面もありますからね。だから、もう本当にね、あの視座の高さが合わないと、結構その、対話しても、鼻から無駄であることは分かってるんですよ。うん、話合いません。アンチの人たちとか、レベルの低い人たちとはね。 まあ中にはね、あの、ちゃんとしたアンチの方もいるんでしょうけれども、なかなか僕はそれに出会ったことがないので。うん。あの、議論して意味があるのは、それ合意形成を試みようとするときだけなんです。うん。それ以外の議論なんてのは、はっきり言って意味ないんですよね。お互い時間の無駄、平行線。うん、そうなります。まあ、相手を知ろうっていう、 試みも、あの、いいかなとは思うんですけどもね、議論する理由としてね、相手の意見もちゃんと聞いておこうと。一旦合意形成は置いといて、うん。まあそういう議論は、まあ意味があるのかもしれませんけれども。なのでですね、あの、ツイッター X 上では、まあ、議論なんて別に求めてないわけですよ。ただただ執着ストーカーになり下がった愚鈍んかアンチの主張に対して、まあ一言ツッコミを入れておこうかな、みたいなね、気が向いた時だけね。 だってもうアンチってほんととんでもない内容の投稿しますからね。ほんまに。まあ別にその人も別に影響力ないんで別にどうでもいいんですけれども。まあまあ一応さ、抑止の意味も込めて、まあ、こちらからね、まあ、絡む場合もあるんですけれども。まあ、しかしそのアンチ相手にはいつもめちゃめちゃ適当に絡んでます。雑にやってますね。まあこれも非投員ならではの、まあ、活動の一環ですからね。 な、まあ、非党員っていうポジションを利用してって感じですね。というのもですね、やっぱり、党員の方々っていうのは慎重にならざるを得ないんですよね。自分の失言によって、まあ大きな波紋を呼ぶ場合もある。ただ、アンチの人たちって、別に何も、あの、守るべきものがないんで、無敵の人っていうやつなんですよ。いわゆるね、やりたい放題なんですよ。アンチのや,やつらはね。まあそれで全然違うんで。だから、 より賛成と知り者側としては、非党員の方のポジションも重要なんです。まあ、アンチには理解できないでしょうけどね。うん。多角的思考ができませんからね、アンチの方々はね。もう本当にね、真面目にアンチの相手するのってすごいダセーなと思ってるんですよ。だから、相手するときはもうめちゃくちゃ適当に足立ってます。全く何の感情もないですよ、僕はもうその時適当にからかってるだけです、アンチを。 もう本当にくだらない粘着ストーカーだなぁと心底思ってるんで。本当にね、言っとくけど、あの、アンチがくだらない批判の投稿をしなければ、こちらは一切相手にしませんから。興味ないの、別に。うん。だから、その、いつだってね、アンチが先に仕掛けてくるんですよ。であの、こちらはそれの対処を仕方なくやっとるだけなんで、そちらがこっちに構ってこなければ、ね、構うことはありませんから。 まあでもね、アンチの人たちってね、もう、被害者意識が強いですから。なんか自分で仕掛けておきながら、うわぁ、なんか信者が、う攻めてくるみたいな感じでもリアクションするわけですよね。本当にしょうもないんですよ。大体いいアンチの方から先に仕掛けてると思います。くだらない投稿をしなければいいだけだと思います。ではちょっとここにらってね、規約変更の件に関して、個人的な見解を述べてみましょうかね。 まず、なんかその、騙して、えーと、入会者をたくさん入れたんだっていうふうなことを、まあ、アンチの方々は言っとるわけですけれども、では、その騙す目的なら、なぜずっと以前から神谷さんは、人事と予算編成権は自分が握るというふうに、あの、表で言ってたんですかゲートキーパーになるんだと。CGS で堂々とかなり前に発信されてるんですよ。 オープンにしてるんですこのことは。ね。決闘後では、その参議院選の少し後ぐらいですよ。その頃に CGS にて、茂木さんと神谷さんの二人による発信でですね、あの、茂木さんが、乗っ取りとか大丈夫なんですかっていうふうに質問された際に、まあ、その、あの、人事と予算編成権は自分が握るんだっていうような話、されてるんですよ、堂々と。それ公開されてますからね、CGS で。で、 その周りの人たちには決闘の前からそれはず、あの、結構話してきているっていうふうにも話されてましたね。だから、騙すも何も、あの、オープンに話されてることですから。で、運営に口出す人っていうのは、そんなに口出したいなら自分で立ち上げるしかないでしょ。いう話なんでね。それにね、えっと、なんですか、竹爺のデマ情報ではね、めちゃくちゃなこと言ってるんですけども、神谷さんは公認を取り消すぞ、つって、 女を脅迫して迫っている。みたいなことね。なんか武田さんが言ってましたよね。あんなバカみたいなまたぎきを鵜呑みにするくらい、あ、う、の、ん、ン化んしてるおじいちゃんの話聞いてさ、いけいけもっといけめくってくださいみたいなことを思ってるわけでしょアンチの愚民どもは。ほんまにね、笑っちゃうんですけれどもね。あのね、もしそれが事実だったとしたらですよ。現ボードメンバーは、それは神谷さんを下ろしますよ。 その権限あるんで、ボードメンバーは。うん。間違いなく下ろすと思いますそんな事実があるならね。でもアンチっていうのはね、まずボードメンバーを舐めきってるし、神谷さんをヒットラーのごとくみたいな感じで思い込んでますから、なんかもうみんなもう本番はビクビクして、事務局長を下ろすこともできないんだ、みたいにね。そういうバカみたいな考えに収まっとるわけですよ。あのね、ボードメンバーもね、話し合ってね、 この人はもうこれあかんわってなったらおろすに決まってるやなうん。な。んなもん別に簡単なことや。そんなすぐわかるよ。はい。では次、あの、元公設秘書さんの件もね、個人的見解述べてみましょうかね。あの、まず、その、コートをうんんだからブラックはダメだ、みたいなこと言ってる人いるんでしたっけまあ、でもそれは一つのものの見方に過ぎないわけですよ。 もっと多角的に考えないとまともな判断には至りません。例えば、霞が関が偉いブラックな体質であることはもう有名ですよね。高等とめちゃくちゃ深いつながりあるじゃないですか。ね。ではなぜブラックと言われるほど大変な仕事になってしまうのか。それは理由は簡単ですよね。まあ税金を抑えるためとか。そういう話ですよ。なるべく少ない人数で多くの仕事をこなさせないといけないからです。うん。 人数増やせば税金の負担になりますからね。では、賛成党はどうでしょうというと、まあもちろん同じくなるべく少ない人数で多くの仕事をこなさせないといけない。で、さらに資金が集まりましたからね。それはそれで結果をね、しっかり出さないといけないわけですよ。だって結果を出さないと、それはそれで難癖つけてくる人がたくさん現れるでしょ。で、この資金が集まった。ね。支持者がすごい期待をしてくれて資金が集まっただけに、 本部とか神谷さんはめちゃめちゃ重責を担っとるわけですよ、ね。成果を出すには高い目標を掲げなければいけない。これは非常に、まあ経営的な観点ですね。まあその中で重いプレッシャーに耐えられず、うつ病に至る人も、まあいるでしょうね。少なからずね。それは、あの、外資企業なんかではですね、その産業医っていう役職を用意してますよね。知ってますか外資企業の産業医。 別に外資だけじゃないんですけれども。なぜなら、あの、外資っていうのは非常にね、社員に高い給料をバンバン出すんですよね。できる人にはもう、もう年収1000万、2000万とか3000万とかそういう世界ですからね。あの、一戦で活躍している人はですけれども。だから、その代わりにめちゃくちゃ重たいプレッシャーを与え続けられるんですよ。しかも責任重大な役割をね。もうなんかちょっとしたミスで、もう数億、ね、損を出してしまうとか。 そういうことにもなりかねないような、そういう立場。だから、その重いプレッシャーを与え続けられると、精神的に病む人も結構現れるんですよ。だから産業医というね、その会社に在籍させるわけですよ、医者をね。だいたい精神科の先生なんですけれども。で、まあ、やっぱり厳しい環境ですから、上司の叱責も時には飛び交う、まあ、ピリピリした職場。まあ、そんなの別に普通にあるわけですよ。 でもそこは大人でしょ。それがもう耐えられないとか辛いなら退職すればいいだけの話なんですよ。その代わり、まあ高い給料を与えられるっていう条件がね、あのー、外資の場合はあるわけなんですけれども、退職すれば別にうつ病なんてのは改善に向かいますからね。まあ、休めばいいだけなんであれば。うん。つまり何が言いたいかというと在、大前提としてですよ。公設秘書さんの件は、そのまずは自己責任の問題ですよ。その、 うつ病うんぬの話は。えー、なんか、もしね、その、強い厳しい失斜が原因で亡くなられたって言いたいなら、その場合は、うつ病ってことですよね。うつ病が原因で、あの、亡くなられたっていう。うん。だから、まあ、今、ちょっとね、うつ病に関する話したんですけれども、ただ、その、うつ病へ追い込む原因としては、アンチが行っている部分も考えられてるわけですよ。だって、アンチは、 あの、秘書にね、やからみたいな電話とかしてる人もいたし、で、得意の住所さらしっていうのもやっぱりやっちゃうわけですよ。うん。それに加えて、あと娘さんのその、携わってたその事業ですよね。カガプロ。そこにもアンチが嫌がらせを仕掛けてたわけなんで、それらもかなり精神的には辛いはずなのでね。うん。だからアンチの嫌がらせ、 の、その、相談を政党側にしていたっていう情報もありましたがね。うん。それに、送別会はちゃんとこう、行われたんですよね。その、公設秘書さんのね。普通、嫌で辞めたならさ、送別会なんて別に参加しようと思わないと思うんですよね。まあ、その辺はね、いろいろな解釈がありますけれども、まあ、一番辞めてほしいなと思うのは、それに関する捏造ですね。 もうね、本部を強く強く憎んでいる赤尾さんと武田さんは、ね、自分のフィルターを通して情報を発信するわけなんで、全然信用ならないんですよ。こちら側からするとですよ。まあ、経緯をたどればね、自分都合の噂を振りまきまくった赤尾さん。伝書場と,と、ね、表現されますけれども。そして、また聞きを鵜呑みにするおじいちゃん。僕はもうそれを全く信用してません。 動機もはっきりしてるんで,で。これも何度も言いますけど、赤尾武田の乱っていうのが6月末去年あったわけですね。まあそれは暴動をよこせっていう交渉だったわけなんですけれども、それは見事に下手くそすぎて交渉がね、失敗したわけです。武田のおじいちゃんのやり方がもうむちゃくちゃなんで。まあ別に冷静になんかもっとうまく交渉すればね、それも実現できたかなっていう可能性も、まあゼロではなかったとは思うんですけども、やりすぎましたね。やり方がめちゃくちゃです。で。 まあ、リハン組は急いでね、党員さんを味方につけないといけないっていう状況になったから、嘘を振りまいてでも強引に党員さんたちを味方につけようとしたんです。武田軍側はね。ちょっとね、懐かしいけどね、もう今武田軍って言わないですからね。みんな、リハン組とか離党組とかいうふうにね、表現してますけれども。はい。で、まあ、めちゃくちゃ嘘を振りまかれまくったんで、 まあそれに流される人もまあ当然現れるわけでね。まあそれ仕方ないとして。ほんでなんか、自慢げに一時情報、一時情報と言ってる大田ゴルフは、あの、6月末以降の情報ばかりなんですあのネガティブな意見って。全部。それはつまり、赤尾さん、竹地、吉林秘書 T などの旗振り役の面々が、乗っ取りを成功させるためのストーリーを吹聴しまくった後の情報ばかりなんです わかりますんで、ヨシリン秘書 T に至っては、ね、メッセージでね、赤尾さんが発狂してます。今度こそはうまくいくと思ったのに、上原弁護士に阻まれました、みたいなね。そういう文章書いてるね、それ残ってますからね。それたくさんの人に送りつけてますからね。それ証拠ですよね。で、今度こそうまくいくと思ってたのにって、何度ほど画策してきたんでしょうね、っていうね。そういう状況なんですよ。 でこの分断の件を推察するにあたって重要になってくるのは動機の部分なんですよ。なぜそういうことを起こしたのかっていうね。だから6月末に至るまでの流れを、まあ、あの、調べたわけです、ね。X 支部の力を借りて情報を整理して時系列でまあ発信しました。まあね、互いの言い分はあるんですけれども、じゃあ本部の発してる情報と、あの、大田ゴルフの発してる情報、どちらを信じますかって言ったら、 でも本部に決まってるやん。大田ゴルフの方が信用してますっていう人は、ある意味すごいね。大穴狙いと言いますか。まあ僕と伊助くんなんかはね、もう最初から大田ゴルフを全然信用に値しないっていう感じでずっと疑って見てましたからね。まあほとんど見てないんですけども、まあ全く信用度がないんですよ。だから、まあ僕は大田ゴルフの発信は、 もうそもそも信用してないんで、それは本部の情報がまともだろうなと思うわけですね。まあ、その辺はね、まあ、おのの判断なんでね。はい。まあ、自由にって感じなんですけれども、どうぞご勝手にっていうかね。でも最後は、その、互いにその信者と言い合うっていう件ね。うん。こちらはこちらで、まあ、ゴルフ新報とか、 えー、武田信者とかってね、まあこちらはアンチ側に言うわけなんですけれども、まあアンチ側もまあ神谷信者とか言ってくるわけなんですね。で、あのですね、まあこれはね、もうアクティブ党員さんたちとね、うん、少なからずあの交流あるんですけれども、もう全然神谷さん信者に出会えない。SNS 上ではなんか神谷信者っぽいな、この人っていうのはまあ別に普通にいるんですけれども、 そのアクティブ党員さんたちっていうのは全然信者がないですね。僕はね、あの、党員さんと会った時によく、あの、このようなことを言うんですけれども、あの、別に賛成との看板がどうなろうが、あの、神谷さんが降ろされようが、その残ってる人たちによってまた決闘するんだれば、僕はそこに移りますよっていう。まあ、そういう話すると、別に党員の方もみんな、うんうん、それそれわかるわかるっていう風に <laughs>、うなずきますからね。別にさ、 看板がどうなろうが、トップがどうなろうが、別にやることは別に変わらないよねっていう返答なんですよ。アクティブ党員さんたちは。だからもう本当にね、自分たちの地域を真剣に良くしていきたいっていうふうに考えている方たちなんで、別にサンセットのことを別にプラットフォームぐらいでしか思ってないですよ。言ってみたらね。らその人たちはね、もう本当普通の仕事しながら、もう、 土日の返上だけじゃなくて、もう平日の仕事後も参政党の活動されてますからね。それはもうさ、目標に一直線なわけですよ。だから、アンチが言ってるような些細なことに全くとらわれてないんですよね。うん。毎度ね、なんか聞くんですよ。アンチのことを聞くと、はアンチあんなもん別にしょうもないことばっかり言ってるだけじゃんみたいな反応されますね。うん。まあ、そこはもう本当に素晴らしいなと思うんですけれどもね。 だから、神谷信者みたいなものは、まあ、本当 SNS 上にはいるけど、活動されてる党員さんらは全然ですよ。別に信者ではないですね。まあ、神谷さんにそのプラットフォームをありがとうございますっていう感謝はしてるし、統率を取られてるんで、まあ、それにね、割と忠実に従うっていう面はそれはありますけど、それは、あの、組織の秩序を乱さないためにも、なるべくそんなルールとかは守っていかないと。 成り立ちませんからね。うん。他党もそこは同じでしょ。大きく逸脱すれば、それはやめさせられますよ。うん。だから、神谷さんじゃなきゃ、私はやめるなんていう人は、全然いないんですよね。個人的な体感では。うん。だからまあ、アンチは、結局アンチとしか交流がないので、知らんのでしょうね。その辺もね。はい。実際は、あの、本当に、 アクティブト員インさんたちは全然神谷信者いないです。はい。ちょっとね、長くなってしまいましたけども、次回は僕の TwitterX の投稿を見ながら、引き続きアンチのくだらなさを紹介していこうかなと思います。はい。では、またねー。